こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今日は大阪中之島にある中央公会堂からストリートスナップをしていきます。最初の1枚は何も考えずに撮っていきます。今回もモノクロ多めのレタッチでお送りします。またこの動画では 28-60mm の標準レンズに加え 10mm から 20mm の広角レンズも使用していますので、画角の違いも楽しんでいただけたらと思います。駅の出口にある造形が綺麗だったので、これを入れて広角レンズで狙っていきます。言い忘れましたが、忙しい方用にチャプターも用意しておりますので、もし動画がつまらないと思われたら、最後のハイライトだけでも見ていただけると幸いです。写真のレタッチはすべてライトルームで行っています。カラーは暗めのプリセットで、またモノクロは部分ごとにマスクを多用してレタッチしています。手前の柱を入れつつ、奥に座っている人の写真を撮りましたが、写真を見返して右上の部分だけをトリミングしレタッチすることに決めました。とてもシンプルになり、モノクロが映えます。人と鳥2対2でバランスよく撮れたと思います。光のスポットを見つけたので、人が来るのを待ちます。1枚目はこちらに走ってくる人を撮りました。このままでもいいですが、幻想的な雰囲気にレタッチしてみます。中央公会堂周辺は建造物をスケッチしている人が多く、その人もまたいい絵になります。街灯と建物を広角レンズで狙います。これも言い忘れましたが、写真の隅が黒いのは APS-C 専用のレンズをフルサイズで使用したことによるケラレです。周りが少しケラレますが、このレンズが好きなので使っています。ここからサンセットをイメージしてレタッチ、ライトもつけておきます。この辺からその辺にあるものを手当たり次第撮っています。なぜモノクロ写真を撮るのか、またモノクロに現像するのかといったことですが、モノクロにすることで色の情報が全くないことから、そこに見える被写体そのものの形や光、質感やコントラストに目が行きやすくなる特徴があるからです。被写体の形が強調される写真の場合は、写真内に映り込む余計な情報を写真を見る人の目に映りにくくすることもモノクロのメリットだと思っています。
ここから少し南下した場所に移動します。ビルが立ち並ぶオフィス街をストリートスナップしていきます。カメラを上に向け 28mm 広角いっぱいで撮ってみます。次は 10mm 超広角レンズで撮ってみます。先ほどと比べ建物の面積が増え迫力のある絵に。しばらく行くと右手に日本生命本店東館前に4つのシルバーの像がありました。この4つの彫像は大阪のそして今の日本につながる当時の学生たちの姿だそうです。奥に何やら良さげの光のラインが見えてきました。右の壁を使い光の量を調整、構図をシンプルにします。外に出ると特殊なモニュメントのようなものがあり、これを入れて写真を撮っていきます。モノクロにレタッチし、異次元の空間が出来上がりました。今日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。またこの動画がいいと思ってくれた方はいいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。